いわきのリハーサルが、そう、結構ギリギリなんですけど今日から始まります。もう瀬戸里もね決めて、あのコール動画っていうんですかね、撮りましたよ。みんなが楽しんでもらえるような感じになってればいいな。え、あやメロディーインスタライブしてるって、え、めっちゃ見たいんだけど、え、マジでめっちゃ見たいな。田島新役ありがとうございます。あ、ちょっと髪の毛ふわふわしてる。今日さ、めっちゃ久しぶりにガストに行きました。ガスト、外食最高でした。ちょっとだけ空き時間があったから、ガストうま、なんか日替わりランチみたいなの食べたんですけど、ガストいいね。超久しぶりにガスト行った気がする。てか外食しないじゃんやっぱり。あ、うちは絶対にしなそうでしょそうしないのよあんまり。お金もかかるしインドアだし、家に入れればいいかなみたいなタイプなんですけど、今日は空き時間があったのでガスト来ましたよ。ガスト美味しい。確かに料理の片付けもしなくていいしさ、好きなものが出てくる外食ってさ素敵。高いね、800円ぐらいしたんだけど、いや800円じゃ食べれてないかも、900円ぐらいしたんだけど、そんなもんだよね。でもでもさ、そのさランチ、日替わりランチがなんか焼き餃子と春巻きとチキントマトソース煮とコーンと枝豆のバターソテーとなんかブロッコリーと他のなんか和え物みたいなやつで、あ、ドリンクバーも飲んだ。そんなにいっぱいおかず出てくるんだったらそれぐらいするよなって思って大満足。え、なんか外出ようって思って、最近本当に外出てないから、できた。皆さんは最近外食はしましたか？カジノ最近の外食は、ガストでしたということで、できた。最後の1枚だったので。よし。ちょっと待ってね。ちょっと一回ラジオにするよ。すぐ帰ってきまーす。ってな。そうだ、ちょっとマネージャーに連絡しないといけない。
う。だだだ、なんかやばい、このコピー機を私は動かしたまま生きていたという事実。少々お待ちくださいね皆さん。ランラン、ちょっと今から数数えるからいくよ。1 2 1、え、ちょっと待って、いやこれコピーしたい、ごめんみんな、え、私さ、これショールームってコピーしながらできんのかな、絶対無理だよね。ショールームってコピー機動かしながらショールームってできると思いますか。いや私には難しいと思う。やってみよう。できないよね。でもちょっとやってみよう。いや、いけるかも。これいけたらかっこいいよ iPhone。 え、できたんだけど、すごすぎ。できた、すごくない？ iPhone すごいじゃん、何でもできるね。ちょっと時間かかることになった。あ、止まったな。でも今動いたでしょ。よかった。ただいま。さあ最終確認をしていきます。カジマのさ、私生活について話したい。私って本当に地味な生活を送ってるなと思うんだけどさ、なんかどうやったら、なんかお仕事以外でさ本当に家から出ないし友達も少なくて、私どうやってこれから社交的になったらいいんだろうって不安になってきた。将来どうしたらいいと思う？もうなんか私ってどうしたらいいんだろうね。パルクールだって。パルクールってなんだろう。それか知ってるものも少ないよね私って。なんかそれも感じてはいるんだよね。 あれ一個書き忘れてるの見つけちゃった。でもさ友達が本当に少ない。友達を増やす、いやでもどうしたらいいんだろうね。難しいね。まあでもいいのかな、別にわざわざ増やさなくてもさ。どう思う？いやでもさ、プライベートさ一人で過ごすの楽しいよ。結構やばいかな、不安になってきちゃった。飛び跳ねて駆け回るんだ。そんなのがあるのかい。今回のチェキはメッセージが多めです。アットジャムオールスター、ヒロノンカジありがとう、カジによ。確かに。でもさ、アットジャムのさ子たちもそうだけどさ、本当にスケジュール合わせるのめっちゃ大変なんね。そう。でもね、よくねピナちゃんには会うな、お仕事でねお仕事でめっちゃ会うのはピナちゃんってことが分かった。ラッパレさん結構同じ時多いのかもしれない、うん、あ、
誰かが来ました。私が配信をしていることを私は誰にも伝えないで始めてしまったので申し訳ない気持ちでいっぱいです。今誰だろう。あ、疲れ。あみちゃんごめん、ちょっとショールーム配信してるんだけど、ごめんね、すいません、端っこでやりますわ。あみちゃんが到着しました。多分あみちゃん誰かあと一人ぐらい来たくらいで多分終わる気がする、時間的に。そうだからピナちゃんにはよく会うんだよっていう、だからもう多分アヤメロディーとかお仕事とかでもめったに会えないんじゃないかなって思ってる、うん、なかなか一緒にならないよね。あとあれだ、あのサオちゃんとかもさ今めっちゃ忙しいから、昔はもうねしょっちゅうあーまた一緒だねとか、あと楽屋を一緒になることめっちゃ多かったので、くまりちゃんとなんかもうしょっちゅう一緒にイエイってやってたんだけど、今はもうなかなか会えないですね。なんか寂しい話みたいになってきてた。いや私は多分今すごく寂しいんだと思う。こういうことを最近よく考えるんですよ。いいのかなこれでって、家で一人でさ、楽しいんだもん家で一人でいるのがめちゃめちゃ楽しいの。でこの間も一人で映画見に行って、いや楽しかったよね、すっごい楽しかった。いやだからさ、だから今日ガストに行ったのよ、超久しぶりに。ガストに行っていろんな人がさ喋ってて、もうそれはそうなんだけど、まあ、隣の男の人はちょっとパソコンでお仕事してて、斜め前の人は若い男性と女性、多分お仕事が一緒の方なんだろうけど、女性の方がすごく悩み相談をしていて、めっちゃ大きい声で、私も聞きたいわけじゃなかったんだけど、ちょっと入ってきて、あのその悩み相談を聞く限り、あなんかその人はなんか今の状況を奪還しようってしてるのがすごく今の状況整理みたいなのしっかりできている方で、ああこういう方って環境を変えて自分も新しくねこう進んで大きくなっていくんだろうなと思って聞きたりとかしてたら全然チェキ終わんなくて、なんか終わんないで帰ってきちゃったんだけど、リハーサル始まっちゃうからさ、あったんだけど、なんかそういうのも聞いててさ、うん、私なんかこうお仕事以外で本当に地味な生活しか送ってないなっていう風に思ったっていう話をしてます。なんかインプットを本当にしないとって思ってるから、なんか情報収集みたいなのめちゃめちゃ好きなんだけど、やっぱり自分で集めるものって限度があるよね。人から聞くやつの方がさ、なんかすごい身になるって気がするんだよね。だから誰かと喋るのがすごく大好きです、うん、それはたわいのない話でも全然いいのよ。だから昨日なんだっけ、ほらなんか昨日なんか話してたじゃん、昨日ショールームでラジオか、昨日夜ラジオでさ、あのちょっとやったじゃん、私の気まぐれで始まってやったんですよ。なんか覚えたよね、違う全然違うじゃん、昨日初め社長さんの YouTube を見てって話だ。昨日 YouTube を見て、初め社長さんの YouTube を見てリニアモーターカーを知ったんだ。あーそうだ、もう忘れかけているわ。そのリニアモーターカーっていう、モーターカーっていうかリニアなんとかっていう新幹線、時速500キロのやつ、それがすごいということは覚えたよ。だからそれがいつ実現、まあそうね、実現というかあれか、私生活にどうこれから出てくるんだろうねみたいな、楽しみにしてよ。そう、なんか物を知ることがすごく好きなのよ。好きだけど友達が少なすぎてなかなかさならないよね。あ、あみちゃんが通ってたね。あみ
姉ちゃん。じゃあごめんね。急に。お邪魔します。いやーありがとう。いや優しいよね、うちのメンバーってみんな急に配信しててもひょこひょこ出てくれるから。ありがたいよね。あ、手についちゃった。そうですね。ここかな？ゲストです。今日1700日？え、今日ぴったりの日？嘘。やっぱすぎ。この間さ、スタッフさんにさ、私今1500日くらい毎日ショールームやってるんですよって言ったら、やばいの頭おかしいねって言われた。確かに。いやだからその毎日1500日全て皆さんに提供してるって結構頭おかしいって思われるみたい。そうなんだ。全然苦じゃないけど、いやこの間も言った気がするけどさ、昔はショールームやるのに必死でさ、本当に大変だったけど、ちょっと今こう大人にもなって、ショールームというものにさ、ありがたいことに慣れさせてもらえて、あ、一日の情報整理してます。ショールームで今日は何があったとかさ、振り返られるじゃない。いいのよ私にとって。そうなの。明日1700日だって。やばすぎる。1700日記念だね。やばいね。ちなみに2000日記念って 何日なんだろう。もう1年ないんだ。2000日記念もう1年ないの。もうすぐじゃん。すぐ来るやん。怖いね。自分がちゃんと大きくなれてればいいけど不安です。毎日愛してるよ。あー、ありがとうございます。すみません、恥ずかしい。立ち寄っていました。ありがとう。すっぴんですね、人は続かないよって。あ、でもそうかも。なんか私本当に隠すものがないからさ、なんだろうね、私って結構何でもさらけ出してるつもりだけど、謎が多いって言われることもあるけど、あの多分何もしてないだけですね。私は謎なんじゃなくて結構普通の人だよっていう感じ。中島さきさんとラジオさせてもらった時に、まあ、花リコーダーとかやってさ、すごい面白い子だよねみたいなの言ってもらったんだけど、知れば知るほど普通だよねってラジオ終わった時に言われました。できた、完成。はい、よかった。チェキも終わって、今日のスケジュールの予定が来てる。配信ではちゃんと服着てる。着てるよ。おお。服毎日着てるよ。ちゃんと服は着てるよ。着てるよ。そうですね。普通の定義を聞いてみたい。だから朝起きて、今日だから今日の朝は私は家をそんなに早く出てないですよ。だからお昼前だから10時ぐらいかに落ち出たけど、その10時前だから7時何分あれ7時20分ぐらいに起きて、でゴミ捨て行って、で朝ごはん作ろうと思って卵割って焼いて、キャベツ切って、朝ごはん完成ですよ。で昨日すごい大掃除を一人でしてたんですけど、全部終わなかったのでご飯食べて、あと朝ドラね、私今朝ドラ見てるんで、朝ドラをね今日の15分で朝ドラ見て、で
あれか ICU ICPU あれドラマ見て、ドラマ見ながらか、ドラマ見ながら掃除してました。掃除機をかけたくて、昨日夜にあれしてたんで、お掃除してたから掃除機だけかけられなかった。掃除機かけて、で今日晴れてきたから洗濯物をねかけてピッてやってさ、 PICU だと全然違うじゃんそれそれを見て、見ながらか、見ながら洗濯物かけたりご飯食べたり、掃除機は、まあ、パパッとちゃんとかけちゃって、で着替えてメイクして、まあ、でもそんなもんですよ。で家出て、まいちゃんはね、そう転校したんだよ、長崎の方に行っちゃったんだね。でお母さんと二人で長崎行ったんだけど、まあね、まいちゃんに結構尽くしすぎちゃうお母さんだから、あんたのお母さんにさ、まいと離れなさいって、まいがお母さんに気使って生きてるよって、あんたがまいができないことをやってあげちゃったりするから手をかけすぎだって、だから一回まいと離れなさいってこう舞のばあちゃんが言って、お母ちゃん一回東京に帰るんだよ、うん、いやおばあちゃんの育て方がうちのばあちゃんにそっくりで、マジで泣きそうなの毎回見てて、うん、うちのばあちゃんもさ、私は結構ちっちゃい頃から割と何にもできないタイプで、失敗してギャーってなって帰ってくるみたいなことがすごく多かったんですけど、そう、私はばあちゃんの前でもよく失敗をしてたんだけど、ばあちゃん失敗した時にもう一回やってみなさいみたいな、そういう感じでした。あと嫌いな食べ物とかも食べなさいみたいな、食べてみたいな。だからあの舞のおばあちゃんの厳しいバージョンがうちのばあちゃんみたいな感じでした私はもうちっちゃい頃からばあちゃんとずっと一緒に住んでたので、もうばあちゃんとじいちゃんにはもうほんとしょっちゅう怒られたし、しょっちゅうもうね迷惑をかけました。私が玄関で転んでおでこにすごいパックリ傷みたいなのがペーってできた時も、ばあちゃんがすぐ助けに来てくれて、おでこに赤チンっていうやつ、なんか傷のところに塗るやつを塗って、私がワンワン痛くて泣いてたんだけど、ばあちゃんは泣かないみたいな感じでしたよ。泣かないの。うちのばあちゃん看護師だったんだけど、すごいなんか知識もすごくあって、泣かないのよく怒られてましたよ。褒められたことはね、あんまりないかな。そうだね、あんまり褒められたことないですよ。でもちゃんと見ててくれてましたね、おばあちゃんもおじいちゃんも。じいちゃんはよくメールくれますよ。あーおはよう、ごめんね、ちょっとだけショールームやってる。そうだよね、そうよ。じいちゃんこの間連絡くれた、LINE してるから、うちのじいちゃん87歳のおじいちゃんは LINE くれますよ。なんだっけ、元気かいみたいなの来ました。だからとっても元気って写真付きで返しました。うん、ということで、今何時だ、あーもういい時間なので、もうすぐリハーサルが始まります。いわきですね、いわきのワンマンライブのリハーサルが始まるということで、皆さんぜひ福島の方にお越しください。そして朝ドラが熱いぞ、もう面白い。私が大好きな福原遥ちゃんがね、やっと朝ドラを主演ということで、まだ一回も出てきてないですよ福原遥ちゃんが。これは長い戦いです私はでも面白いから見るんですけど、福原遥ちゃんね見ましょうみんなで。はい、ということでまた明日、あ今日できるかな配信、ちょっと分かんないけど、とりあえずリハーサル頑張っていきたいと思います。お手拝借せーの、以上です。またねー、バイバーイ。